アメリカツアー2日目でございます。朝のご飯です。日本でも売ってるような100円ぐらいかな、これね、アップルパイ、アップルパイなんだけど、クリームチーズパイです。あ、やっぱりなぜかクリームチーズパイだけど日本よりのは甘いです。飲み物は、飲み物は結局わけのわからん飲み物かより水が一番です。あ、これがわけのわからんドリンクで味はまずい。まあ、トロピカルパンチって感じです。パンチ効いてないです。それと、フルーツとパウンドケーキ一切れ、これぐらいがちょうどいいかな。物価どうでした？物価やっぱ高いのかもしれないけど、 あまり気にしない、うん、でやっぱりこれ旅行だからね、うん、だって昨日のフーターズも1人5000円前後チップ入れてね、だったし、まあお腹いっぱいになったけどね。まあお金気にしちゃ面白くないからね。だよね、予算決まって、決めてきてるし、まあ、使うっていう予算でね、うん、でも、朝食はこの程度でいいでしょ。全然、だって俺食べない気で行ったもんちゃう。でしょ、レストラン行って、モーニングのセット頼んだら、だいたい1人チップ入れたら2500円、3000円取られるから、そう考えるとね、昼と夜にちょっとお金使った方がいいかなと、うん、で、今日の予定はまあ、オッズどうぞ言うてもわからないんで、わからないんで、はい、バレーオブファイヤーに行って、そこからカナブーという町に向けて、フリーウェイをまあ蹴飛ばしていくということです。その前にレンタルバイクね、鍵に行かないと頑張っていきましょう。ではまた後で。ここね、出て左、大きい交差点を左、はい、で高速乗りますから、
ですか、バレーオブファイヤーに着きました。なんかね、リアルディズニーランド、あそこね、ミッキーの顔みたいに見えるでしょ、うん、
疲れ様です。お疲れ様です。ツーリング初日終わりました。まず皆さんの感想を、こうちゃんの方からどうぞ。はい、今日は久しぶりに走ったんですけど、このコースは結構距離走ったと思いました。あと道がちょっとバレーオブファイヤーのところが週末雨が大雨降ったみたいなんで、すごくダートなところがあってちょっとびっくり しました。それだけですね。それはちょっと注意点だったんですけどね。そんなとこです。お月さんどうぞ。はい、1日今日走った距離は380キロぐらい、だからツーリングにしてはそんな走ってないかなって自分の中では思ってて、ただね、要所要所でいろいろね止まって撮ってるから時間かかってるけど、まあ走ってる時は平均ね速度速いから、それは普段のツーリングでは味わえない。まあいろいろ怖いこともあったけど、それもまた醍醐味で、また思い出でね。確かにね、まだ初日ですから。はい何が起こるかわからない。珍道中です。はい、珍道中。お疲れ様です。お疲れ様です。私初めてアメリカ本土を入らせてもらって、まあすごいのただ一言ですね。平均時速が130、走っていく、これが本当にこう、それをだからアメリカってその130で走ってる我々のバイクを平気で抜いてく車の方が多いのにびっくりしてます。それとですね、今日危なく荷物をですね、怖かったですね落っことしちゃうとこで、後ろにもう宙ぶらりん状態でした。このツアーに参加させてもらうのに、2日3日前にアマゾンで届いたバッグがもうボロボロです引きずってました引きずってました明日から見せたいね。どうしよう高速移動でしたそんなことです。また明日からよろしくお願いします。ワンちゃんどうぞ。はい、一日もお疲れ様でした。お疲れ様です。まあ平原がねすごく日本にはない壮大な景色なんで、まあ、特にヒロちゃんはハマってしまう景色やと思って。ああ、ハマっちゃいそうですね。まあ、ぜひお金を貯めて一人で一遍ツーリングしてみてください。今日はねジャック・イン・ザ・ボックスで注文する時の、確かね大阪でね打ち合わせした時に全部俺は教えたフレーズを教えたと思うんやけどそのフレーズを言ってる YouTube チャンネルを教えたはずなのに、まあ、ビデオ撮ってるか分かるんですけど2人とも固まってましたもんね止まろう、ね、まあ私はそこが面白かったかなとまあ明日は、ね、聞き取れないんだよね。英語が聞き取れないそうです。聞き取れないって言われ早口だから。いや全員早口、だからそれ自体も聞き取れない。まあだからこっちから訪問してる立場やからね、仕方ないんやけれども、まあそれはそれとして明日はモニュメントバレーの方に向かって、実弾射撃のね予約をしてるんで、まあサマータイムがこちら今稼働してるんでそれを注意しながら行きたいと思います。まあ明日は、3人しか打たないですけれども、またビデオを撮って皆さんに見てもらえたらなっていうのもありますけれども、まあ明日も距離はそんなに走らないと思いますけど、ドローンでの撮影もありますから、ぜひぜひいいのを撮ってまたみんなで見てみましょう。お楽しみ。それじゃあまた明日、バイバーイ。